皆さんこんにちは。今回は北大あらる10選というテーマでお伝えしていきます。旧帝大の一角である北海道大学、皆さん気になりませんか？実際北大生にどんなあらがあるのか聞いていきたいと思うので、ぜひ志望を考えている人は最後まで参考にしてください。合格サプリからアプリが登場。頑張る高校生をモチベートします。今回ですね、北海道大学農学部の志村さんに来ていただいてます。志村さん、今日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあまず一つ目、僕の方から紹介していきたいと思います。北大あらるその1、キャンパス内は基本自転車移動ということで、これはどういうことなんでしょうか？北海道大学の札幌キャンパスというのがすごく広くて、その中をみんな学部棟とかを移動するのに自転車を使うっていう感じですね。おお、なるほど。自転車使わないと移動できないんですか？そうですね、講義と講義の間が基本お昼休みとか以外は15分間なので、その間で学部棟を移動したいとかっていう人は、はい、もう自転車がないとちょっと厳しいかなっていうのはあります。はあ、もう北大が広すぎるってことですかね？そうです、そうです。どれぐらい広いんですか実際北大は？東京ドーム38個分とか言われてますね。東京ドーム38個分、はい、いやもう下手な都道府県より広いぐらいじゃないですか、下手したら。ちょっと分かんないですよね。はい、うわー、それはすごいな。じゃあそれをまあキャンパス移動はもう自転車が基本ということですね。そうです、そうです。だから自転車が使えない、はい、の雨の日とか雪の日とかは授業に遅れてくる人が本当に多くて、うん、確かに雪だと乗れないですよね自転車。そうなんです、冬の期間は乗れないから、うんうん、後期の授業は1年入れるのやめようとかいう人は本当に多いです。はい、なるほど。もう1年ちょっと遅れちゃうぐらい深刻に広いってことですよね。なんかキャンパス内このぐらい広いんだって特徴あったりしますか？そうですね、地下鉄が札幌あるんですけれども、その駅が地下鉄駅2つ分ぐらいキャンパスの長さというかありまして、はい、はい、札幌駅から北に向かって北12条駅、北18条駅っていうところまで札幌キャンパスの幅があるっていう形になってます。いや、キャンパスが一駅分ってなかなかないですよ、それ。多分日本でもないと思いますね、本当ですね。いや、めちゃめちゃ広いな、それは。キャンパスの中に川が流れてたりとかして、うん、その川もまたキャンパスの中に川、はい、サンクシュコトニ川って言って、ちょっとアイヌの響きがする名前なんですけれども、はい、おー、はい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 、確かアイヌ語っぽいですね。へえ、そんなに川が流れてるぐらいもうめっちゃ広いと。はい、はあ、すごいですね。そうです。じゃあどんどん次に参りましょうか。はい、北大あらるその2、学部何って聞いて総合理系以外だと、後期入試みたいな反応になるというところで、これはどういうことなんでしょうか？はい、北大の前期入試は総合理系っていう括りで募集されてることが多いんですけれども、後期入試だと学部別入試になるんですよ。はい、なので1年生で入学した時点で学部が決まっている人っていうのは、イコール後期入試で入ってきたんじゃないかって思って、うん、ちょっとこう頭いいんじゃないかみたいな気分になるっていう感じですね。はい、はあ、なるほどね。確かに、まあ、北大ってあの東大みたいななんか新振りじゃないですけども、2年次からですか、なんか学部をある程度絞っていくっていうのは。はい、そうです、そうです。そうですよね。で、要は学部から最初決まってるのって国公立の前期入試じゃなくて後期入試の人っていうことですもんね。はい、北大の後期入試は東大を前期で受けた人だったり、はい、受験においての実力者が多いってことですよね。うん、総合理系以外だと結構すごい人なんだなみたいな、そういう気がしてちょっと思いますね。でも前期でも医学部とか獣医学部っていう風に学部で入ってきてる方もいらっしゃるので、歯学部とかもそうですね。うん、なので学部が決まっているからといって 100% 後期入試っていうわけではないんですけれども、それでもやっぱりそんな感じがして頭いいんだなって思っちゃいますね。うーん、なるほど。まあ、医学部とか歯学部とか、まあ、獣医とかね、まあ、最初から決まってる人もいるけど、はい、まあ、やっぱりそういう人も結構ね、受験においてはすごい人たちだと思うんで。そうです、はい、やっぱすごい人ですね。そうそう、わかりました。じゃあそこはね、ちょっと北大ならではでしたね。はい、北大あるその3、生物選択なのに大学に入った物理の単位が必須ということで、これはちょっとどういうことでしょう？はい、北大はさっきの話でもあったんですけど、2年に上がるときに学部を決めるので、うん、その決める基準として GPA、はい、まあ、移行点と呼ばれたりもするんですけど、 GPA と自分の希望とで学部が決まっていくんですけど、そこで総合理系の方で GPA をある程度同じ基準で出したいので、取る単位に細かい基準が決められてて、その中で物理の単位が4単位必須だったっていう形ですね。なるほど。
ちょっと物理と生物ってまた大きく変わりますからね。そうなんです、うん、私は高校で生物選択だったんですけど、大学に入ったら物理を、うん、物理選択の子と同じ授業で単位を取らなきゃいけなくてちょっと、はい、大変でした。なるほど。じゃあ結構ねテストとかもあるでしょうから、はい、もう一回物理勉強し直さなきゃいけないみたいなねとそうなあるわけですよね。はあ、はい、なるほど。逆もあるんですかね、その物理選択の人も生物必須とか。そうですね、生物も必須の単位があるんですけど、うん、物理が4単位必須だったのに対して生物は2単位必須で、ちょっと重みが違うと言いますか。なるほど、ちょっと物理偏重ですね。そうなんです。ただこれちょっと年によって多少基準が変わることあるみたいなので、はい、うちの代はこうだったけど、うんうん、ちょっと下だと変わってたらいいのになってなんか思っちゃいます。うんうん、そうですね、ちょっとまあ単位の基準とか変わりますもんね、年度によって、うんうん、はい、はい、わかりました。いや、これもちょっといいですね、あの結構北大ならではのお話ですね、ありがとうございます。はい、北大あるその4、手書き必須のレポートがある。この時代にそうなんですか。そうなんです。自然科学実験っていう1年生の理系の学生には必須の授業、うん、ちょっと重めの授業があるんですけれども、はい、そこで、まあ、毎回出さなきゃいけないレポートっていうのが一部手書きが必須のものがあります、はい、手書き、いやみんな基本ねそのパソコンで打ちますからね。はい、そうなんです。授業の内容としては、まあ、理科の4分野の実験を行う授業なんですけど、うん、特に生物のデッサンは、うんうん、まあ、手書きですし、デッサンが必要な生物の実験は全体的に手書きのレポートで出しなさいっていう風に言われたりします。はい、おー、なるほど、はい、まあ、生物を中心に結構手書きのレポートがあるんですね。はい、うん、ただその言われたもの以外は全然手書きじゃなくてパソコンでワードかなんかで打ったレポートで全然 OK なので、その本当に一部だけですね、手書きのレポートは、うん、なるほど、はい、まあ、でも確かに手書きゼロっていう大学も全然あると思うので、うん、まあ、そこはねちょっと北大ならではかもしれないですね。本当ですね。北大あるその後、北部食堂はお昼激込みということで、はい、これは、まあ、そもそもどんな食堂でなんですかね。北部食堂は全1年生が授業を受けている総合教育推進機構っていう建物の一番近くにある食堂の名前ですね、はい、北部食堂が。へー、はい、で1年生みんなそこにいるので、そこで授業終わった子がみんな北部食堂に行くとすごく混むっていう感じ、はい、まあ1年生ほとんどいるってことですもんね。そうです、そうです。へえ、それは混みますね。なんか困ったこととかありますか。はい、困ったこととしては12時にお昼前の授業が終わるんですけれども、12時にちょっと過ぎちゃったりとかするともう並んでて食堂の外までちょっと列が伸びてる時とかもあって、でそこでゆっくり食べてるともう時間がなくなっちゃってみたいな。あら、すごいです。ちょっと人気のラーメン屋さんぐらい並んでるわけですね。そうです、本当にそうです。そっか、じゃあちょっと北大1年生は結構そこを覚悟しないといけないと。そうですね、特に前期のみんな食堂で食べる以外の手段を知らない時期だと本当に混んでるんですけど、後期とかになってだんだん例えばお昼前の授業を空きコマにして先にご飯食べちゃおうとか、みんなちょっとずつ調整していくので、うん、後半に入ってくると多少落ち着いてはきます。うんうん、なるほど、うん、その北部食堂以外でのなんか昼食の取り方をみんな覚えてくる感じですね。はい、なるほど、はい、これちょっとあるあるですね。じゃあ北大入ったらちょっと楽しみですねこれは。北大あるその6、これ農学部のあるあるなんですけども、学内の農場や研究林を使った実習があると。そうですね、これはどういうことなんでしょうか。はい、北大農学部が結構有名だと思うんですけど、その中で北大の札幌キャンパスの中に農場があって、うん、そこを使って実習を行っています、はい、へー。例えば農学部の中でも畜産科学科だと使うっていうので有名だなって個人的には思っていて、北大の札幌キャンパスの中に牛とかいるんですよ、うん、なのでそれを使って、キャンパス内牛、はいはい、それを使って実習をやっているって話は聞いたことがあります。あと多分獣医とかも使ってるんじゃないかなと思いますね。獣医学部もってことですよね。そうです、そうです。なんか僕も前北大行った時にあの羊見かけたことがあったんですよね、はい、なんかキャンパス内に。そうです、そうです、います、います。
すごいですよね。だってね、普通大学行ったら羊とかしかいないんじゃないですか。いないです、いないです。はい、すごいですよね、本当に。北大ならではですね、これも、はい。森林の方もあるんですか、何か。うちの学科はあまりキャンパス内で実習とかっていうのはそこまでないんですけど、北大が他に札幌以外で持ってる研究林に行って、うん、で泊まり込みで実習をやったりとかっていうのはあります。北大の研究林道内だと苫小牧とか、すごい東北の方の手塩とかにあるので、そっちまで学科のみんなで行って、うんうん、泊まり込みで実習してっていうのがありますね。はい、うわーすごい。もう手塩とかってほぼ稚内の前ぐらいですからね。もうめちゃめちゃ北ですね。すごい、なるほどね。いいです、これも北大ならではですね。本当です。北大あるその7、春夏秋冬のあるあるがあるということで、春夏秋冬なんかあるんですか。はい、それぞれ登場する春夏秋冬とはちょっと一味違ったあるあるがなんかそれぞれにあるんですけど、まず春は銀杏臭いんです。はいはい、これはですね、北大の中にイチョウ並木があるんですけど、はい、そこでまあ秋に銀杏が落ちて、はい、もちろん秋も多少臭いんですけど、銀杏が落ちた後すぐ雪が積もって、その雪の下でこう保存されちゃって、で春に雪解けした後にまた銀杏が出てきて、うん、それが臭いっていうのがあります。はい、はい、すごい。じゃあ保存されてるんですね、はい、その銀杏の臭さまで。すごい、冬を超えた臭さがじゃあまた来るわけですね。普通秋ですもんね、春夏秋冬の秋に来るはずなのに、それが春に来ると。そうです、春も臭いっていう感じです。はい、春も臭いですね。、はい、秋も臭いし春も臭いと。うわー、なるほど。ちょっとなんか季節感がちょっと難しいですね。そうですね。次夏なんですけど、はい、夏は綿毛みたいなものがキャンパス内をすごいふわふわ漂ってて、うん、それがすごい自転車乗ってたりすると顔についたり口に入ったり服についたりっていう感じで、はい、こうみんな嫌がってます。すごい、これはちょっと実際やっぱ北大生にならないと分かんないですね。これは自転車に乗ってると口に入るの結構嫌ですね。はい、そうなんです。もうみんなまたこの時期だっていう感じで、はい、ポプラの種なんですけど、その綿毛っていうのが北大の中にも何本も植えられてる木になってまして、はい、うんうん、それの種がすごい、はい、もうふわふわしてます。おお、なるほど。この写真、画像のやつですかね。こういう感じで木の根元とかに、はい、うわーそうなんだ。なるほど。もう絶対服についちゃいますか。これはしますね。材質とかによってちょっとこうシャカシャカしてるような、はい、ウィンドブレーカーとかだと全然つかないんですけど、はい、布だとつきます。はい、あ、そうです。セーターとかやばそうですね。じゃあ、うわー、なるほど。ちょっとこれはじゃあ注意しないといけないですね、はい、北大生。はい、いや、いや貴重な情報です。ありがとうございます。このまた自転車に乗って口に入るシリーズなんですけど、秋に雪虫がすごく大量発生します。はいはい、え、雪虫って何ですか。なんかちっちゃい虫で、なんかちょっと白っぽい綿みたいなのがお尻の方にくっついてるので、はい、雪虫って言って、あ、一応この画像のやつですかね。そうです、そうです。はい、これも自転車に乗ってると顔についたり口に入るんですね、これが。口についたり口に入ったり、はい、服についたりっていうします。うわー、すごい。やっぱちょっと自然豊かすぎるんですかね、北大が。うーん、なるほど。まあまあね、ちょっと都会には絶対ないことだと思うんで、なんかいいですよね、逆に北大ならではというか。はいはい、北海道ならではっていうとなんか全部良さそうに聞こえますからね。こういうところもあるよっていう感じで。そうですね。いやいや、あるじゃない、貴重な意見を。冬はどうですか。冬はですね、雪が降ると出席率が下がるっていうのがもう定番というか、そりゃそうだろうみたいな感じではあるんですけど。はあ、北大だけじゃないとは思うんですけど、その雪が降る地方の大学はみんなそうだと思うんですけど、はい、特に雪の降り始めとか、その自転車が使えなくなってくる時期は時間配分をこうミスっちゃって、はい、家出る時間、うんうん、これだと間に合わないとかっていう人が本当に多くなってくるので、うん、だんだん出席率が下がって、うんうん、だんだん人が少なくなってっていう感じになります。なるほど。じゃあなんか札幌って結構、まあ、なんかまあ言うて都会じゃないですか、はい、なんか割とその雪のダメージそんなにないのかなと思ったんですけど、まあ、そんなこともないってことですね。そんなこともないですね。あ、なるほど。はい、じゃあちょっとそうですね、まあ、そこ雪国このならではの特徴ですね、はい、次の、じゃあ北大ある8つ目、クラーク像が意外としょぼい、はい、え、
そうなんですか、なんかね、あのなんか結構こういう風にやってるそうです、そうです、あれですね、ボーイズビーアンビシャスですよね、きっと。はい、そうです。クラーク像っていうのが、はい、まあ皆さん想像されるような、あの全身のクラークさんの像っていうのは、うん、実は札幌、うんうん、キャンパスからはちょっと離れた北の方にもっと進んだところ、うん、辻ヶ丘っていうところにありまして、はい、北大の中にあるクラーク像は、はい、胸像なので本当に思ったよりちっちゃくて、うん、あの思ったよりその辺にチャラッとあるっていうのが北大の中のクラーク像。はい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 、確かに。なんかあれですよね、あの札幌駅からまあ北大近いじゃないですか、はい、割とで札幌駅から入ったところからちょっとあの川越えて歩いていくと大きな交差点の横にちょこんとありますよね。そうですよね、胸像が、はい、あ、これなんだ意外にちっちゃみたいな感じですよね。なんか、じゃあ、あの全身は別のところにあるんですね。そうです、全身像は別のところでちょっと時間かけていかないといけないところです、ね、そこの札幌にないんですか、あれは。じゃあ、札幌市ではあるのかな、多分。札幌、まあ札幌市もめっちゃ広いんでそうですね、札幌市内ではあるんですけど、そうですね、電車乗って行かないといけないぐらい遠いところに全身像はあります、はい、クラークさん。あ、なるほど。じゃあ歩いてはいけないんですね。いけないですね。はあ、なるほど。これちょっとあのオープンキャンパスの人とか注意ですね。なんかそうです、クラーク像の前でこれ撮りたい写真撮りたい人がいると思うんで、そこちょっと注意ですね。じゃあ、はい、北大あるその9、ニトベ稲造より稲造をリスペクト、はい、これどういうことでしょうか。これは稲造っていうサイトがあるんですけど、そのサイトっていうのが北大の今までの授業の成績分布を見ることができるサイトになってまして、特にその大学が運営してるわけじゃなくて、ほうほう、非公式のものにはなるんですけど、はい、これを見て、おー、なるほど、どのぐらい頑張ればどのぐらいの成績取れそうかなとか、厳しい授業なのかな、楽そうな授業なのかなっていうのをみんな見て履修を決めるっていうサイトになってます、うん、はい。ああ、じゃあ、まあ、まあ要は落胆情報サイトってことですよね。ね、あの楽な単位のね、そういうことですね。はい。またまあ落とすことね。どっちもですね。はい、なるほど。新入生はもちろん知らないことが多いんですけど、何かしらのタイミングで先輩から稲造って知ってるって言われて、うん、え、知らないですって言うと、もうこういうサイトがあってね、こういうの見て履修決めるんだよって教えてくれるっていう感じです。なるほど。都心部のなんか例えば早慶とかだと、まあ、そういうなんか雑誌が、うん、あったりするんですけど、そういうのじゃなくて北大はじゃあサイトってことなんですね。へえ、すごい、なんか進んでますね、はい。まあ、そういうサークルがあるんですかね、きっと運営してる。どうなんですかね、詳しい部分ってあんまり知らなくて、うん、結構思ったより昔の授業からあったりするので。へえ、すごい。じゃあ有志が作ってるんですね、はい、これすごい。これ絶対必要ですね、稲造。ちょっと重要なサイトですね、これは。はい、はい、わかりました。北大あるその10、みんな北大の近くに住むので終電の概念がない。うん、はい、そうなんですか。そうなんです。札幌キャンパスの近く、まあ、近くといっても広いので、うん、この札幌キャンパス沿いに周りにみんな住むんですけど、うん、大抵札幌キャンパスの東側にみんな住んでて、はい、友達と家が近いっていうのは本当にあるあるなんですけど、その中で、飲みに行くとか遊びに行くってなったとしても、うん、頑張れば歩けちゃう距離にみんながいるので、うん、終電何時だから何時までとかっていうのはみんながみんな気にしなきゃいけないあれじゃないですか。その大人数で集まると、うん、終電ある人誰だっけっていう会話があったりします。ないことが全然あるので、うん、なるほど、なるほど、はい、そのない人探した方が早いんですね。そうです、そうです。終電がある人を探して、うんうん、その人だけ気にするみたいな感じです。はい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 、すごいいいですね。なんかみんなでなんか仲良くなりそうですね、そしたらそうです、そうです。じゃあこれは、まあメリットですかね、今日は。メリットですかね、楽しいという意味ではメリットですね、はい。まあ、ちょっとその距離が近すぎるって人はちょっとまあ少し注意が必要かなみたいな、はい、なるほど、わかりました、ありがとうございます。というわけで北大のあるある聞いてきました。これ北大生じゃないとね知らない情報たくさんあったので僕も勉強になりました。ぜひ北大志望の子は北大のイメージを持ってぜひ、ね、受験勉強頑張ってください。皆さん北大について何か気になることあればぜひコメント欄の方に書いてください。チャンネル登録高評価も絶対お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。公務員試験予備校のキャリサポです。キャリサポでは一次試験対策はもちろん、あなたの個性に合った面接対策を実施しております。公務員試験に関心のある方、概要欄をご覧ください。